福岡県立秋吉高等学校は、福岡県久留米市城南町にある、公立高等学校、スーパーサイエンスハイスクール及び福岡、スーパーハイスクール登録校、久留米半々校の流れを組む中学秋吉校及び、久留米高等女学校を前身とする。1879年を創立年としており、2009年に創立130周年を迎えた。 公明の秋吉の由来に関しては、秋吉同窓会ウェブサイトを参照。全日制家庭普通科、理数科及び定時制家庭普通科。全日制の定員は1学年7学級280名。生徒の多くは国公立大学へと進学する。国旗、人力、楽天。1907年に制定。旧久留米藩の紋章である、ササリンドを背景に、 中央に孔明の秋良を置いている。効果の作詞は佐藤春夫、作曲は新次清による。1956年に制定。3番まであり、各番に孔明の秋吉が登場する。1番に人力、2番に国旗、3番に楽天といったように歌詞に興君が登場する。効果とは別に応援歌、白灰の歌がある。 また定時制過程には商用化がある。秋吉同窓会と称する。毎年10月に総会を開催している。関東、近畿、東海、福岡に支部を置く。久留米大学の協力のもと、2005年の1ヶ月半の間試験的に導入され、生徒にも好評であったことから、現在では正式に導入されている。 昼休みが45分間にあるうちの終盤10分間に、誤水タイムが設けられ、校内放送で開始と終了のアナウンスをし、誤水デーの誤水時間中は、教室の明かりが消される。山岳規制無線部は、平成26年に、廃部もよりの鉄道駅もよりのバス停もよりの道路。ありがとうございます。